スル TV ゼレーゼレーどうもスルです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、新宿をブラブラしていたらこちら見つけちゃいましたということで、こちらの店です。どう JR 新宿駅から徒歩3分くらいのところにあります油そばブラブラ新宿店さんにお邪魔してます。都内や神奈川などに展開するチェーン店ということで、いろいろ調べてみたところ、本日金曜日にぴったりなデスタンタン油そばという激辛メニューがあるとのことで、早速食べに行きましょう。レッツゴー。さあ、油そば専門店ブラブラ新宿店さん、初見さんです。今回は限定メニューのデスタンタン油そばに生卵、さらに特盛りまで無料なので、もちろん特盛りでお願いしました。相当辛そうだなと内心ドキドキしながら待ってみた。こちらがブラブラ新宿店さんのデスタンタン油そば特盛りです。ドヒー。すでに目にも来る感じの辛い匂いがムンムン。特盛りにしたので麺量もたっぷりだぞってことで、いただきます。まずは油そばなのでずっしりと太い麺の重みを感じながら、全体にタレが行き渡るように混ぜていきます。するとどんどん麺が辛そうな色に染められていき、しっかり混ざり合ったことを確認したら、よっしゃスタートする。ぬぼー。なかなかの辛さもありますが、しっかりうまさを感じられるレベルの美味しい油そば。もっちりとした麺にタレとひき肉がしっかり絡むので、いつまでもブラブラしてる人はこの辛みを見習いましょう。さあ、辛さに余裕があるので序盤からどんどんすすりまくって、キャベツのちょっとした甘みも感じながら、やっぱり辛いぞと思わずニット帽を外します。ではここでお店おすすめの食べ方、ニンニクをほんの少しだけ投入してすすってみると、パンチ力が2億8万超広にアップ。元の味がしっかりしているので、ブレることなくうまい具合に調和されます。そしてお次は油そばといえばのお酢をイン。全体がさっぱりとまろやかになりますが、ニンニクのパンチが少し薄れてしまった感は反省点です。さあ、ここらでいよいよ生卵のお出まし。ゾバッと麺を絡めてすすってみましょう。フォー。やっぱり辛い味にマイルドな生卵は合うなって何回も言ってますが、それくらいマッチするんです。てな感じで、ある程度麺をすすったところで、卓上にある鶏スープを投入してみましょう。こちらを入れてすすれば、マイルドな鶏ベースの辛いラーメンのような感じで、また違った美味しさを楽しめ、何より無料でこれだけの味変を楽しめるのが最高です。さあ、そんなことをしていると食欲のリミッターが完全に外れて、思わず小ライスを追加。もちろん丼にぶっ込んでお湯飯したら、そりゃもう辛いひき肉と鶏スープにマッチしないわけがない。ラストはちょっとつもうしんでガンガン食らいまくって、本日も大満足で完食です。大変美味しく捨てました。ベースもしっかりとうまく、多彩な味変も楽しいいっぱいでした。それではごそれ。はい、ごちそうさまでした。いやー、ブラブラさんに行ってきたんですけれども、辛さと旨味がバチコーンですごく分かりやすい美味しさでしたね。上にかかったハバネロ入りの肉味噌がかなりのパンチ力で、この旨辛な肉味噌ともちもちの太麺、そして油そばのタレが絡んでもめちゃくちゃうまかったですね。豊富な味変もすごく魅力的で、ニンニクはめちゃくちゃ合うので、ニンニク好きな人は絶対に入れた方がいいと思います。そして最後の鶏スープも、麺をちょっと残しておくとラーメン風に味わえたりして、最後はあっさりの味で締めれてすごく良かったですね。いや、チェーン店だからといって侮れないなと、すごく美味しい一杯でしたね。ごちそうさまでした。それではスルの公式キャッチフレーズ、油そばブラブラ新宿店さん、ブラブララブヤー。はい、上にかかったハバネロ入りの上にかかったハバネロ入りの上にかかった